はい、どうも、伊沢急流です。まあ懐かしいものをやらせていただきます。霊言同士やっていきたいと思います。いやー、実際昔映画で見たってやつなんであれなんですけど、うろ覚えです。キョンシー入り倒すゲームですね。それではやってきます。というわけでね、やっていくわけなんですが、まあ、スピードは速いで名前登録していきますね。じゃあまあいつも通り、伊崎様、お待ちしておりました。キョンシーが現れ、人々は家の奥で息を殺しています。どうか助け出してください。というわけでね、キョンシーぶっ叩いてきます。操作が B がパンチで A がキックっていうね、まあよくある感じですが、まあ久々だからね。痛さ、蹴りが強いんでね。よし、よし、あべあべ、あいた、あ、やばい、いた、あ、やばい、基本的にお寺はね、先にやっとかないと回復できないんでね。だけどここはお寺です。ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、さまよえる魂を仏の御魂と変えるがよい。このようなところでよろしければいつでも休んで行かれるがよい。休まれたようですね。辛い旅です。必要があればいつでもお寄りください。それでは気をつけていってらっしゃいませ。あ、ちなみにこいつ弟子です。弟子はなんか一番この端まで来ると道具渡してくれたり、逃げるの手伝ってくれたりするんで、まあ駒使いです。さてさて、次ここ行きますか。蹴り、よいしょ、やばい、よいしょ、いた、いた、そうか、低いから当たるのか、いた、やばい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 、やばい、強い、よいしょ、黄泉の世界よりキョンシーたちが復活し、あちこちの村で暴れ始めました。どうしてこのようなことになったのか全く見当がつきません。私たちはいつも祖先の霊を大切に待っていたのですが、ああ伊崎様、どうかこの世界をお救いください。というわけでね、個包書をもらったんですが、個包書はあれですね、技を覚えるために使うための巻物ですね。結構重要なんでね、取っていきましょうね。ちょっと回復していきます。なんだっけな、セレクトで見れるんだっけな。あ、そうだ、あれだ、 B で
何がいるのか分かるんだ。危険な場所っていうのが中ボスがいるんですよ。それがね、やっぱ危ねえ。よいしょ。あちゃいやいや。いた。やばい、ハマってる。キー。パンチ。パン。キック。やべえな、体力半分だな。いざ清、わざと、心を、磨くのぜ、わざ、は、道場で修行するとよかろう。心、は、旅先の老子のありがたい話を聞くがよい。このスリルとサスペンス、溢れる旅を終える頃には、お主もグッドアダルトになることじゃろう。このおじいさんは何を言っているんだろう。回復していくよ。確かどっかに道場があった気がしたんだけど、これかな？はい。教師をしてる。いや、普通に足で跳ねるんじゃないの？何言ってんの？これかな、とりあえず。まだいいっす。これで確か2回蹴れるんだったかな。確かちょっと、これが強いよ。というわけでちょっと個包書集めますか。おっとやべえ、まあ行き過ぎだ。いや、強く。ありがとうございました。お礼に、我が家に伝わる、御宝書を差し上げましょう。御宝書とは、虎の皮に書かれた、秘術の巻物です。とりあえずこれで技全部覚えられるかな。また試されるかい。ちょっと動き読みますか。パンチ。天空飛び。ああ、ジャンプ力上がった。で、足が速くなった。狼の動き。よし。まあ、今後のために、あれだね。少し増やしとこうか。候補者。
あ、痛い。よし。この先の洞窟には、恐ろしい、キョンシーが、住んでおります。キョンシーの住処に入るためには、竜の涙からできたと言われる、翡翠の玉を、3つ集め、霊界の封印を解かねばなりません。ま、というわけで、ちょっと、古宝書を集めます。少々お待ちください。いやー、集めた。苦行だったわ。間違えたな。なかなかずっと、寺院とこの家を行ったり来たりしました。ここをね。まあ、50個も集めりゃいいだしょう。じゃあちょっと、ボスに挑んでみますか。さすがにね、50回も戦うとね、戦い方が大体わかるようになって。か、厄介だな。動き変えんだよな、ミニキャンシー。あい、いた。おお、立つ。おいで。食らいすぎたな。お、まず1個目、翡翠の玉ゲットだぜ。よいしょ、戻ろう。んーで、こんな感じでね。はい、ゲット。いやー、強くなりすぎた。これで3つ。いやい。ボス行くか。ああ、これか。これはまだ確か余裕なんだよ。いてててて。ゆっくりで硬いだけだから、こいつはまだ。よし。ほっ。まあ、これはね。よし。弟子、何言ってんだ。ありがとうございました。これで安心して暮らすことができます。村人もみんな心から喜んでおります。ところで、伊崎様、まだまだ困っている人がたくさんいるようです。同志の心を間違えないように書き写して旅をお急ぎください。頭骨、三毛姫、パフアカ、デリミ。まあ、今回レトロフリークでやってるんで、セーブができるっていうメリットがあるんで。まあ、使いたい人はどうぞお使いください。もしやあなた様は噂の本家本元霊源同士こと伊崎様ですね。とにかく村の中はそりゃもう大騒ぎです。どうか助けてください。そりゃもう大騒ぎですね。とりあえず、お、道場。
これはね、もち米なんだよね、確か。魔を払うために確か使うやつで。なんか、祭壇に置いてあった気がする。うわぁ、5、6、30。うわぁ、30使うの全部で。まあいいや。昔やった時に、カゲロウの術ってなんやねんってなったんだけど、なんだろしてみようか。おお、パンチ速くなった。回転するようになった。ゲロの術が何かわからんの。あとあれだな、寺院を探さないと。あったあった。さあさあさあ、あいて、突っ込んじゃった。チェストって感じになってきてるな。いや強いな、このケリー強いな。セリフはどこも一緒だな。ジーンはから叩いていくか。よし、ゲッツ。オッケー。終わり。終わりか。あれかな、もしかしてコンシーかな。コンシー出るやつがあったよね。あ、ちっちゃいね。子供が。確か仲間になるんだった気がするから、どっかで鈴ゲットしないと。墓場では恋を知らずに死んだ娘の霊魂が若い男を惑わしているのですが、ご存知でしょうか。注意してくださいよ。私はこの前びっくりして大事な鈴を落としてきました。特にそちらのお弟子さんはなかなかいい男ですからね。ああ、さらわれた。やっと前が分かってきた。あの頭が出た時なんて攻撃できないのか、もしかして。いった、クソ強いぞ。
ャラくせえな。見て。あ、やばい。撤収。どうすっかな。見て。一撃が重いんだよな。飛んでるときに蹴れっかな。いけんじゃん。頭出てるときはなしきれんのかと思ったわ。あ、間違えた。当たっちゃった。あっ、当たっちゃった。あ、間違えた。オッケー。やっと倒したよ。やれやれ。ちっちゃい。よし、ちょっと後方書集めるか。いやー、とりあえずあれですね、後方書70個しました。ちびきょんやめてくれよ。よかったけど、なんだ、初めて見たな。飛んだな。やべ、無理はいかないな。 OK。 し、これで全部揃ったね。あ、入っちゃった。まあいっか。これあれか、鈴だ。鈴プリーズ。キョンシーを札貼って無力化して、こうやって連れていくシーンがあるんですよ。めちゃくちゃいっぱいの量、ドジ様がね。なるほど、戦わせなしげなのか。ああ、動きに癖がある。いた。やばい、無理です。ああ、さよなら。よっ、で、あれ弱い。見て、
なんかナイフみたいに飛ばしてたんでしょ。弱い。やりましたね。さすがは本家本元霊源同士。伊崎様の名前はこの村の人々に永遠に語り継がれることでしょう。中でも土産物屋の親父などは伊崎饅頭と伊崎せんべいを作ってこの村の名物にするなどと言っておりました。わっは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 。ところで伊崎様、まだまだ困っている人がたくさんいるようです。同志の心を間違えないように書き写して旅をお急ぎください。ヌスペのパゴヤーのよけよれでか。